どうも、トズルです。今日はですね、なんと、ヒカビがカンストしました。しましたっていうか、今からするんですけれども、残りラスト1個ですね。レゴ壁残りラスト1個で、やっと250個目の、ヒカビが塗れるということで、まあ、せっかくなんでね、動画にしようと思い、この動画を撮ってます。ヒカビ長かったですね。1個300万、ゴールドもしくはエリクサー。塗り始めたのがもういつだったかね、覚えてないんですけれども、やっとラストの日壁、塗りたいと思います。じゃあもう早速ね、塗っていきましょう。ポチッ、よっしゃー、来ました。これでね、もう正真正銘壁カンストでございます。レベル10の日壁ですね、250個カンストいたしました。で今回ね、ちょっとネタではないんですけれども、ちょっと面白い配置をね、作ってみました。これはですね、まあコンセプトとしては、そのゴールドとエリクサーを使ってですね、餌として、もう、なんていうのかな。できればトロフィーとダークエリクサーを守りたいな、みたいな。そんな配置です。まあただね、この配置ね、弱いと思うんですよね。個人的には。ですが、まあたまにはね、その、もうゴールドとエリクサーはいくら失っても私痛くないので、もう使うものがないですからね。あとはもうヒーローカンストまでタウンホール10にするには、あとヒーローカンストのみですので、残すところ。なんでね、ちょっとゴールドとエリクサーを皆さんにプレゼントしつつ、もしよければ、トロフィーゲットとかね、ダークエリクサー守れたらいいなということで、この配置にしてみます。ということでね、ちょっと今からデフってみましょうか。落ちてみますね。今ね、ヒーローが21と29なんで、で、今回ね、なんとジルバさんの、クランとイベントをすることになって、ちょっと今ね、結構相手強敵なんで、できれば、今回のイベント中にヒーローレベル上げたいんでね、ダークエリクサー取られたくないところなんですけれども、じゃあちょっと今から落ちてみたいと思います。ダークエリクサー守れよ。よいしょ。これで待つのみですかね。まあ、なかなか、どうでしょう。あの配置で守りきれることあるかな。100% 取られるとちょっと精神的に痛いんですけれども。まあ理想はゴールドとエリクサーを奪ってもらってトロフィーが上がるというのが理想ですね。今チャンプの3200ぐらいにいるんで、まあ相手はね、結構タウンホール90の人が多いと思うんで、そんなことあんまないとは思うんですけれども、わずかな、期待を胸に頼む。来ないですね。結構ね、この配置にしてまだ一回も攻められてないんですけれども、最近ね、もうゴールドとエリクサー外に出していてずっと。そうするとね、結構すぐ攻められるんですけれども、今回まだ攻められておりません。やっぱりね、そのゴールドとエリクサーが今からもうずっと、用なしになるっていうことは、できるだけ早くダークエリクサー貯めてヒーロー上げないともったいないですよね。タウンホール10になったらエリクサーとゴールドかなり枯渇すると思うので、まあ、なるべく早くね、ダークエリクサーだけをガンガン狙って、ヒーローカンストしてね、タウンホール10にしていきたいなと思うんですけれども、結構動画のコメントやツイッターのね、リプライで、ドツルさんいつタウンホール10にするんですかという質問がね、いつもいただくんですけれども、私はね、もう昔から、タウンホール10にするのはタウンホール9で上げるものが全て、なくなってから、つまりもうタウンホール9のフルカンストですね。ヒーローレベル30、30、ヒカベカンスト、防衛施設カンストともう全てカンストしてからタウンホール10に上げると最初から決めていたのでね、もう今回そのヒカベがカンストということで、あとは残すところヒーローレベルだけということなんですけれども、なかなか攻められません。攻められない。攻められたらね、多分クラッシュオブクランのこの、アイコンのところに1とつくはずなんですけれども、攻められないですね。起きた。さて、防衛できるのか。お、いい感じですね。ウィザードを使って、ゴールドを奪っています。こうやってペッカですね、こっちには。こっちにはペッカを使ってエリクサをゲットしています。これは防衛できるんじゃないのか。お、ゴレ使ってきましたね。ゴレ2体とバルキリー。ゴイーバです、これは。さて、これうまく防衛できるのでしょうか。このベースはですね、結構サイドカットを広めにしないと、ユニットが流れちゃうんですよね。なんで今回このようなね、一点出しっていうのかな。一箇所から出してくれるのはむしろありがたい。いいですね。いい感じで左右それちゃいました。いやー、これはウォールブレーカーいくら投入しても無駄ですよ。
ちゃんとね、サイドに揃えてます。いい感じ、いい感じ。作戦通り。しかもゴレと、ヒーロー部隊が分かれたんでね、ベストな形です。いいっすよ、いいっすよ。相手のペッカーを解けました。これ防衛できたんじゃない？ダークエリクサー奪われることはなさそうですね。どうでしょう。まあ、50% を守るのは無理ですね。なんで防衛勝利はすることできませんが、ダークエリクサーが奪われる気配は全くないですね。まあ、この壁をね、地上部隊で乗り越えようとすれば、あ、相手攻めるの終わりました、ね、この壁を地上施設で乗り越えるとすれば、ジャンプを2つ持ってくるか、もしくはアスクエイク。でもアスクエイクで壁開けたとしても多分サイドに流れるんで、しっかりサイドカットしないといけません。で、空部隊で来られた時はもうどうしようもないんでね。まあそれはもう結構諦めてるんですけれども、今回日本人の人ですね。しかも、ベイアンさん。なんとかね、ダークエリクサー守ることができました。こっちの思惑通りですね。よしよし。ということで、罠を元に戻して、罠台もバカにならないんですけれども、私もゴールドね使うことないんで、罠台にふんだんに使ってね、行きたいと思います。ということで、いい感じにねシールド貼れたので、今回の動画ねヒカベカンストできましたということで、終わりたいと思います。グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで次の動画で会いましょう。バイバイ。